前回お伝えした韓流スターの卵と日本人ファンとの交流ファンミーティングは、福岡で韓国をもっと身近に感じてもらおうと韓国観光公社が企画したものなんです。2000年代初盤にですね、結構韓流がですね、日本に広まっていたんですけど、そう最近ちょっとですね、それが後退しているような気がするんですけども、これをまた火をつけ直したいと。5月19日に日本でファーストシングル「そばにいて」をリリースしたばかりでございます。この日ファンミーティングに登場したのは韓国の若手グループの注目株プンネイ。楽しかった。楽しかった。初めてこういうのミーティング、はい、参加したのですごく楽しかった。ファンミーティングを企画した韓国観光公社のもう一つの狙いは、韓国旅行の魅力をアピールし観光客を増やすことです。こちらはどこかと言いますと、チェジュハイクラスホテルというところです。ここはですね、チェジュのエオールエリアにありまして、ファンミーティングに参加した日本人は韓流スターがドラマでロケした観光地などにも行くことができるとあって興味津々です。前回参加したんですよ。なので今回も参加したいかなと。前回面白かったんです。福岡を中心にですね、福岡が初めてですね、ちょっと全国に広まっていきたいなというふうに思っています。福岡で楽しむことができる韓流スターの卵とのファンミーティング。韓国を身近に感じ韓国を旅行する一つのきっかけにもなっているようです。次回のファンミーティングはココソリをゲストに迎え、7月6日午後3時からコリアプラザ福岡で開かれることになっています。